第11回 NHK 杯バレーボール大会女子のハンガリー対全日本の試合は6月9日東京体育館で行われました。第1セット巧みな攻撃と堅実な守りでポイントを重ねるハンガリー。立ち上がり調子の出ない全日本、結局ハンガリーの落ち着いたプレーに全日本は15対11で第1セットを落としました。しかし第2セットを15対5で取った全日本は第3セットようやく調子を取り戻し、強烈なスパイクでハンガリーをリード。岡本に代わって出た注目の新人横山の強烈なスパイクにハンガリーは手も足も出ません。セットポイントも横山のクロススパイクが決まり、第3セット15対9で全日本が取りました。そして迎えた第4セット、ベテラン浜の好サーブと巧みなフェイントでリードを奪う全日本。なんとか反撃のチャンスをつかみたいハンガリー。しかしミュンヘンオリンピック銀メダルと5位の差はどうにもならず、15対8で全日本はハンガリーに圧勝。まざまざと実力の差を見せつけました。